2009年、ピエール・ラビは、アルジェリア出身のフランス人随筆家、農業従事者、小説家、詩人そしてハチドリー運動の創設者である。1938年に、アルジェリアのケナサで生まれた。ピエール・ラビという名前は、本名である、ラバラビから来ている。アグロエコロジーや、生態力学的工作のような、環境や天然資源の保全を考慮した農業の、 発展に身を投じている。アルジェリアは、ベシャールの近く、ケナサのオアシスにあるムスリムの家庭で1938年に生まれた。4歳の頃、母を結核で亡くした。また、兄弟たちは、ベシャールやケナサにて生活していた。父は、タイヤ職人で、音楽家、また詩人でもあった。そして、彼が5歳の時、父によって、南オランの炭鉱に働きに来ていた。 フランス人夫婦へと預けられた。夫はドゴール派のエンジニアで、妻は教師であった。後に、実の父はアトリエの閉鎖及び炭鉱務めを容疑なくされた。そして、このことが彼の思想に影響を与えた。若かりし、ピエールラビは、ケナサを離れ、養父母と共に、オランへと移った。そこで二年間の中東教育を受けた。歳の時、キリスト教に改し、 ピエールという名前を受け取った。鹿で勤め、銀行員としても働いた。1954年にアルジェリア戦争が勃発した際、彼は二重の追い出しという浮き目にあった。一つは回収したことによる、海の父親との仲たがいによるもので、もう一つは、当時のフランス陸軍元帥であったアルフォンス・ジュアイを避難したことにより、養父が彼を締め出したことによるものであった。それから、 彼が特定の宗教につながりをもはや感じないと宣言してからというもの、彼の思想に関する精神的な側面が深く広がっていった。パリに訪れてからピエールラビは一般校の職を見つけ、そこで後に結婚することになるミシェルと出会う。ピエールとミシェルは共に都会の生活から抜け出すことを夢見ており、農業のことを考えていた。彼らは ピエール・リチャードというセベンヌ山脈国立公園の設立に従事していた環境再生医との出会いにより、二人は農業の道を歩むことになる。60年代終わり頃の自然回帰の動きに先立ち、二人はフランスの南東部に位置するアルデシュ県に腰を落ち着けることを1960年に決めた。アルデシュ県内のティヌにて結婚をし、ピエール・ラビは父となった。 農業の素養が全くなかったが家庭菜園施設に組み込まれていた。農業労働者として3年が経った頃、つまり1963年に彼自身がアルデシ県はセベンヌの農夫となっていた。また彼はヤギの飼育に取り組み、典型的な生産第一主義を真似るようなことはせず、生態力学に則っ,った農業を試した。困難な出だしの後、 夫妻は十分な経験を積んだことで、1968年の5月から、他の自然回帰主義者たちを受け入れ、また助言を与えるまでに至っていた。1978年、ピエール・ラビは、サフロによる、農耕生大学の形成及び発展の攻めを、担っていた。1981年より、ブルキナファス政府の依頼に応じる形で、クライアドの援助と共に、 国境なき農夫として現地へ赴いた。1985年、ブルキナファソは、ゴロンゴロンにおいて、デポイント・ミュルーズの援助をもとに、アフリカ大陸発のアグロエコロジーに関する、要請機関を設けた。1988年、フランスは、エロー県議会による援助で、開発、発展に応用される実践や、交流の合流地という意味の団体である、キパドを立ち上げた。また、 農業の定着に最適化されたモジュールをはじめとし、注意喚起及び養成プログラム、多くの発展を促す活動を対外的に行った。1992年には、チュニジアはガベスにあるオアシスの修復計画に着手し、1994年からは、各地でのオアシス活動を活発化させ、肥沃な自然、大地への回帰と社会関係の再編成に励んだ。 同年、アグロエコロジーの促進及び伝達を目的とした、協会である、レアミデ・ピエール・リビを立ち上げた。1998年に、テール・ヒューミニズムへと改名した。1997、98年には、国連の要請に応える形で、国連砂漠化対処条約作成に参加し、その実践に関して、具体的な提案を求められた。 1999年から2001年にかけて、ニジェール共和国とマリ共和国において新たな開発事業を起こした。2002年には大統領選への出馬のため、メイピック両親の抵抗への呼びかけ運動を立ち上げた。しかしながら、本来500票の推薦が必要なところ、184票の得票に止まった。2003年、ミシェル・バレンタント出会い、そして、 彼と共にレアマニンズと呼ばれる団体をドローム県はラ・ロッシュ・シュルグランにて立ち上げた。この非営利目的団体は農業、教育、建築の3つの行動軸に基づいて活動していた。ちなみにそれらの行動軸はどんな地球を子供たちに残すか、どんな子供たちを地球に残すかという課題からなっている。また彼は 自発的失走や衰退をテーマとした会合や研修を定期的に行っていた。アルテルモンディアリスムの立役者としてみなされており、ヨーロッパ社会フォーラムが催された際には招待された。また、いくつかの発表の中の一つに、国際化に身を捧げるということという表題をつけた。2007年、イザベル・デスプラやシリル・リオンらとともに、ヒューマニズムと地球のための活動。 ハチドリー運動を組織した。また、新たな社会像を生み出すことに携わるすべての人を、導き、つなげ、支えることを組織の目標及び目的としている。また、彼は、フランスの月刊誌であるラデクラサンスの、編集委員会に属しており、また、生物多様性の保全や、工作済みの土地の再生の実現を目指す団体、ココペリーの副会長でもある。2011年、 グルノーブルにあるシャンポリオン高等学校から持続可能な開発賞を受賞した。http://alterate.jp:/alterna-teivs:/agroecology-http://agence de voyage.tv ボイジズルポイントミルーズサシー1から 3953HTML、ハット HTTP リュウ89、ニューバロブスドットコム、プレネット89、2010、10、10レアミデピエールリビのディクリソンツ -168852、オトゥールデピエールリビからも参照及び翻訳。ありがとうございます。